おはようございます。釣りこう TV です。これ買ってきてしまいました。ダイソーからなんと釣り用の PE ラインが出てるよってね SNS で見かけて、いやいやなかなか人気でしばらく買えないんじゃないのと思ってね、近所のダイソーに行ったら本当に PE ライン売ってると思って、買ってきてしまいました。価格はね300円ねで。これがね 1.5 号の PE なんですけど、はい1号ね 0.8 号 0.6 号ね、なんとねこういう感じでダイソーから結構ねいろんな太さの PE ラインが出てるんだなっていうことで。でまあ300円であればあの番手ちょっと急遽使いたいっていう時なんかに、使いやすいんじゃないかなと思ってね、機上用 PE ラインとして買ってきてまして、もちろんねちょっと本ちゃんの釣りでもね、試してみようかななんていうふうに思うんですけども、まずはねこんな感じのパッケージに入ってて、だいたい大きめのダイソーであればね釣り具コーナーよく釣れる釣り具シリーズが置いてあるコーナーねあると思うんで、そこで見るとね今まで普通のこういう PE じゃないね糸はね売っていたんですけども、今回ついに PE ラインも出たよっていうことで、買ってきてみました。まあ1個ね300円っていうところと、あとね早速ちょっとじゃあ1個開けてみますかね。出してみるとこんな感じね。こう色分けされてるラインですね。色分けされてるライン、こんな感じ。結構派手派手ですね。ねで、PE ライン、4ブレイドって書いてありますから、最近 PE ラインってこう4本網、あと8本網とかね、あと12とかねいろいろありますけども、ダイソーで売っている、ね、PE ラインは昔からある4本網製法だよっていうね。で、まあ、ここら辺はまあ、人によって感じ方は違うと思うんですけども、網数が多くなったから超ハイテク丈夫になってるよとかそういったわけでもないので、なんていうかね4本網の方が結構ね丈夫だったりする場面とかがあるんで、例えばラインスラックの小倉さんの PE ラインシステムなんかは、確かね4本網の PE ラインの太めのやつで、もうとにかくねルアーがなくなりづらいように切れづらいようにセッティング、そのためには8本網じゃなくて、4本網使ってんだよなんていうのがね印象に残っていて、あそっか自分もね最近8本寄りとかがね出てきた、あたりからそっちの方がいいんじゃないかなと思ってね、値段も高いし強いんじゃないかななんて思ってねそっちの方をよく使っていたんですけども、いろいろやっぱ適材適所でこの4本網によってちょっと気持ちカバーに8本網より強かったり、8本網だとこう1本1本の原子がその分細くなっていくんで毛羽だったりするとちょっと弱かったりとか、4本網だと、まあ、若干持ちがねそれより、ちょっと強いなっていう風に言われてたりね、そんなところで改めてね4本網の PE もね使おうかななんて考えていたさなか、こういったねダイソーの新しいね PE ラインが出たよっていうことで、買ってみたんです。で見ていくと、まあ糸の伸びが少なく魚のアクションをより感じ取れるっていうふうに書いてあったりですね。視認性に優れた5色を10メートル前に配置しているよっていうことで、だから、まあ、ちょっとしたねどれぐらい、落とし込んでいこうかとかそういった時もこう10メートルごとにね、色が変わってくんでっていうね、そういった色分けがなされていたりとかね、そんな感じですかね。0.65 で12ポンドの強度があるよって、まあ全然ね、ありありのありじゃないかなっていうね。実際使ってみないと PE ラインってほんとね、好みが分かれるものではあると思うんで、どうですかね。こんなね家で触ってみててもね何も分かんないんですけど、ダイソーの300円とかのね商品ってほんとね、結構まあキャンプグッズとかねいろんなのでね300円のところとかよく買ったりするんですけど、100円じゃなくて300円だよっていうところに少し何か、本気だよっていうのを感じているかなっていうね。実際に釣り場で使ってみたいなこれは。0.65 ね、開けてみましたけど、何にもなんか本当釣り具屋さんとかで普通に売っているラインに非常に近い、ね、ちゃんとした感じに見えますよ、見た目からは。1.5 とかどうなんだろう、ちょっと気になるんで。結構ね 1.5 だとベイトに入れたりねしてね使ったりしてるんですよね。あとはパワーフィネスゲームとか 1.5 とかになってたり、ケースからちょっと出しづらい。おい痛い痛い痛い。結構ね 1.5 はね、見た目ですよ、見た目の感じとか触った感じちょっとゴワゴワゴワってしてるかなってね。であとこの色がよりなんかガツッと目に入ってけど、強度のところはわからないんですけど、なんか雰囲気とかまあ300円なりなのかななんていうね印象ですよこれ。なんだろう、ちょっとねこのね 0.65 っていうのを開けた時おいいねっていう感じだったんですが、 1.5 号の方は若干ちょっとねやっぱなんかゴワッとした感じかなってね。なんだろうこれ伝わるかな、ほんとなんかねちょっとゴワッとした感じで、P ラインで、あと高級な P ライン結構ねほんと柔らかい P ラインファ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 っていうね、そういう感じの P ラインね、高級な糸だと、あとまあそれにコーティングしているしていないとかあると思うんですけど、ダイソーのやつはねちょっとねなんだろう張りがあるかなっていうね、固めな印象で、もっと繊細でファッファッファーって柔らかいね、最近の8本寄りとかのねそういった PE ラインとかよく、釣りで使っていると、あ久しぶりにこの4本寄りならではのこのゴリゴリっとした感じね、それがよく感じられるのがこの 1.5 号とかそういったね、太さかなって今ね、初見の印象ですけど、感じました。なるほどなるほど、これが1号で、そんな感じでね、あそうか 1.5 号1号 0.8 号、そして今のところ一番細いのは 0.6 号になるのかな。そんな感じで、PE ラインが並んでおりましたよ、ね、でダイソーにはスピニングリールとかもね、売ってたりするんですけども、なんていうかアドバイスとしてはこういった PE ラインを使う時は、まあ、最低限ちょっとトラブりづらいリールを、使った方がいいよなんてありますので、これを入れるリールに関しては、まあ、ダイソーで合わせたいとこではあるんですけど、まあ、先日買ったシマノのねミラベルとか、そういったのに入れて試してみようかなってね。昔そうですね PE ラインこの4本寄りのとかもう20数年前になると思うんですけども、好きだったねトップウォーターメーカーのズイールとかが PE ラインでのスピニングの釣りとかを推奨していて、今考えればすごい最先端なことを提案してたよななんていうふうに思うんですけど、それで、20何年前かな、バイオマスターとかですかね、そういったリールを使っている頃に、その頃ね PE ラインって、こういう 100m 巻きとかでも確かね3800円とか4000円近くしたんですよね。これと全く同じようなものがね。でそれをスピニングリールに入れてこう意気揚々とですね横の川に釣りに行ったところ、当時はまだねツイストバスターもまだ出てなかった時代かな。そんな糸よれを制御してっていう概念がまだそんなになかった時代なんで、ものの見事にねその4000円近くもうお年玉とかでね買った高級 PE ラインを釣り開始から数頭で大トラブルが起こってね、で全部もう結ばっちゃってこう捨てる羽目になったとか、泣いて家に帰ったなんていうね嫌なね思い出があるんで、そこら辺が最近の島の台湾とかそういったところのスピニングリールであれば大体トラブらないんで。トラブりづらいんで、ね、リールに関してはちょっとそこら辺の、中でももう今安いモデルにもだいぶそのトラブらない機構っていうのはしっかり降りてきてくれてるんで、自分はダイソーのスピニングリールにここら辺を入れて釣り動画を撮ろうっていうイメージではなくて、あくまでもそうですねミラベルとかそういったリールにこういった4本網のね PE ライン入れて何かね釣り物をご紹介していければななんていうふうに頭の中では妄想しております。何にしてもね本当ダイソーマジ本気ですよね。もうねないものを探す方がね大変になってきたぐらい、ルアーもあらかたいろんな形出てね、去年100円の新しい方のポッパーなんか使いましたけどほんと使いやすかったし、タックルボックスからメジャーから竿リールで糸のこういった新素材の糸がねどこに向かっちゃっているんでしょうか。追いかけられるだけ追いかけていきたいななんていうふうに思いますけど、買ってみたらねこんな感じかなんてねいろいろ見ることができたんで、皆さんもねぜひ300円で買えるんで、なんかいざという時の緊急用予備 PE ラインとしてね、ボックスとかに忍ばしておいてはいかがでしょうか。ちょっと近日中に使い心地のところもね、今釣り物もねだいぶ寒くてあれですけど何かしらね、こんな感じだったよなんてねご案内できるような動画を作れればなと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ダイソーからなんと新素材の PE ラインが出ていたぞね、売ってるのとりあえず全種類買ってきてみたぞってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。